日ご紹介するギターはこちら、シーガル by M 城崎 SD601937 A 字度というモデルをご紹介します。こちらのモデル、2022年に製造されました。あのマーチン研究家として名高い国内屈指の製作家でもある城崎氏が手掛けた1937年プリウォーのマーチン D28 をできる限り再現したスペシャルモデルとなっております。スペックはもちろん外観までヴィンテージ仕上げです。一体どんなギターなんでしょうか。これから皆さんと一緒に見ていきましょう。そして動画の最後ではプライス発表します。このギターの新品価格599,500円です。しかし今回こちらのギターユーズドということでスペシャルプライスでのご提供です。このギターをお探しだった方にはかなりお買い得だと思います。ぜひ最後までご覧いただいてお早めにお問い合わせしていただきますようよろしくお願いします。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介して販売するアコースティックギター専門店です。今アコギを探しの方、アコギが青春のすべてだったという方、これからもたくさんのアコギを紹介しますのでお見逃しないようにチャンネル登録お願いします。ではこのギターのスペックコンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状おなじみのドレッドノートタイプ、トップ材トリファイドされたアリドンダックスプルースです。いかがでしょうか。この木目、アリドンダックスプルースならではの木目が広めというのが特徴です。ちなみにこのトリファイドとは簡単に言いますと新しいギターなんですが、まるでヴィンテージのような鳴りがするような特別な技術が施されたことをトリファイドと言います。ヤマハで言うと ARE、 ギブソンではサーマリーエイジド加工、マーチンでは VTS と同じです。サイドバックはインディアンローズウッド、もちろんオール単板、ネックマホガニー、主板ブリッジはエボニー、スケール約 645mm のロングスケール、ブレーシングスケロップされたフォワードシフテッド X ブレーシング、ちなみにこのトップ材のブレーシングもトリファイドされています。ナット幅約 44.5mm でシェープは薄めの緩い V シェープです。重量は約 2kg、 ローズウッドのギターとしてはかなり軽いです。軽いギターは良くなるとも言われておりますが、果たしてそれは本当なのでしょうか。楽しみにしておいてください。では装飾を見ていきましょう。ペグはウェーバリーのオープンバック。このペグもエイジド加工されています。ポジションマークはダイヤモンドインレイ、ヘキサゴンバインディング、ベッコーガルピックガード、ロングサドル。そしてこのギターの最大の特徴、このエイジド加工ではないでしょうか。本物のプリオーのようなルックスをしています。すごい技術ですよね。こうして光にかざすとしっかりとウェザーチェックもあります。そして驚くべき点はここです。ピックガード見てください。このピックガードも端の方がわずかに浮いてるんですね。もうまるで職人芸です。素晴らしいです。究極のヴィンテージスタイルと言っても過言ではないです。ではコンディションの説明です。この動画では先にマイナスポイントをお伝えしますが、今回のこちらのギターマイナスポイントはございません。というのは前のオーナー様が2022年に新品で買われたもので大切に扱われてきたものです。と言っても先ほどお伝えした通りエイジド加工されています。このエイジド加工賛否があります。なんで新しいギターにわざわざ傷をつけるんだ、信じられないという方も一定数はいらっしゃいます。その気持ちもよくわかります。ただですね、このエイジド加工というのはエレキギターの世界ですともうちょっと前からありました。このアコースティックギターというのはまだ最近です。それだけこのエイジド加工に興味があるという方が多いということです。もちろん好き嫌いはあって当然だと思いますが、私的にはこれはこれでありだと思います。本当は本物のヴィンテージが欲しいけどさすがに手が届かないという方もいらっしゃいますし、あえてこういったルックスが好きだという方もいらっしゃいます。私もその一人です。そしてガンガン弾く方にもおすすめですね。ちょっとぶつけたぐらいでは全然気になりません。このエイジド加工に理解がある方には本当におすすめのギターです。ストラップピンの増設やピックアップの取り付け跡もありません。フレットは8割以上残っておりまして、当面リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元を決まりません。トラスロットにも余裕があります。弦高は12フレット6弦側、約 2.5mm、 1弦側は 1.7mm と適正な高さにセッティング済みです。サドル段もまだ十分にありますのでお好みで弦高調整が可能です。以上の内容からプレイビリティも抜群の答えです。当店で販売するギターは全て厳しい基準をクリアしたものしか販売しませんので、このプレイビリティに不安を感じる方にも安心してご購入いただけます。
私が自信を持っておすすめするシーガルギターです。ではお待たせしました、サウンドレビューです。トップ材にはトリファイドされたアリドンダックスプルース、あの塩崎氏が手掛けたスペシャルなヴィンテージスタイル、一体どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。素晴らしいサウンドですよね。目をつぶったら本当にこれマーチンじゃないのっていうサウンドですよ。本家に決して引けは取ってません。ちょっといいですか、後ほどですね本家ともちょっと比べてみたいと思います。はい、ではそのあたり少し解説をします。まずこの低音から聞いてください。いかがですか。この太い低音の中にマイルドさがありますよね。これってマーチンなんですよ。はい、国産のギターですね。これ純国産のギターなんですけども、結構国産のギターの特徴的には太さの中にシャープさであったりとかタイトさ、繊細さがあったりするんですね。もっとキュッと締まった感じっていうのが結構国産のギターにもあるんです。例えばヤマハだったりとかヤエリとかテリーズセリーとかそんな感じなんですけども、これマーチンですよね。ということでちょっとマーチンと比べてみましょうか。
こちらです、マーチンの D28 スタンダード2006年製になります。ちょっとこれの低音と比べてみますね。わかりますか？もう一回シーガルを弾いてみます。といった感じです。いかがですか？非常に似てますよね。まあ、こちらの方はですね、まあ、アリドンダック、そしてブレーシングがスキャロップされたフォワードシフトということで、ちょっと若干ですね、仕様が違うので音のニュアンスは違うかもしれませんけども、系統的にはもうほぼほぼマーチンですね。もうこうやって実際に弾いてみるとすごくわかります。そして中高音も弾いてみます。こんな感じです。素晴らしいですよね。綺麗な中高音です。ではマーチンの D28 とも比べてみます。いかがですか？こうして弾いてみると、この音の感じというのはすごい似てます。しかもこのシーガルの方が鳴ってますね。僕はどちらかというとこのシーガルの方の音の方が好きです。まあ、先ほども言いましたけども、トップがアディドン、こちらはシトカスプレスで、ブレーシングが、スキャロップされたフォワードシフトエクスブレーシング、こちらは、ノンスキャロップのリアシフトエクスブレーシングということもあって、ちょっと仕様が異なるのでニュアンスは若干違いますけども、性質は一緒ですよね。それぐらいですね、このシーガルは本気です。もう本気さが伝わってきます、うん、そしてこのエイジド仕様、これに関してましては、まあ、先ほども言いましたけども賛否があります。なんで新しいギターなのにそんなことするのって、俺は絶対反対だっていう方もいらっしゃいます。それはいいです。もちろん好き嫌いがあるのでいいんですけども、もしチャンスがあれば実物を見てほしいですね。やりきってますよ。はい、中途半端じゃないです。やりきってます。このエイジド加工っていうのは、完成してから傷をつけるんじゃないんですよね。この塗装をしてる段階でこうやって傷をつけていくらしいです。それくらいこだわった仕様なんですよね。もう本当に、まあ、当店ですね、まあ、ここ最近、まあ、本物の、まあ、プリオーだったりとか、まあ、ヴィンテージのマーチンをですね、販売させていただいてますけども、本当にクオリティは高いです。素晴らしいですね。まあ、日本人っていうのはもちろんその綺麗に制作するっていうのにも長けてるんですけども、これやってあえて本当のヴィンテージ感を出すという技術にも長けてるということですよ。やっぱり日本人ってすごいですよね。もうこれぞ日本人が作ったマーチンですよ。はい、僕は素晴らしいと思います。今ですね、これだけ鳴ってるので10年後20年後どうやって育つんですかね。ぜひですね、皆さんこのギターを手にしてより自分の音にですね育てていくのも、このギターを弾く楽しみではないでしょうか。では続いて気になるプライスです。一体いくらなんでしょうか。どうぞ。ではプライスの発表です。こちら2022年製シーガル by M 白崎 SD601937 エイジド、プライスは44万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。白崎氏が手掛けたプリオーマーチン D28、究極の復刻モデルです。ぜひこのギターをお探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、これを機会にご検討してみてはいかがでしょうか。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。
在庫状況につきましては、動画概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お支払い方法は、銀行振込、現金、クレジットカード一括払い、アプラスショッピングローンをお使いいただけます。下取りのご相談も受けたまわります。お問い合わせ、お待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Facebook、Instagram、X、Threads ぜひご登録していただいて当店の新着情報ゲットしてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがたくさんあります。ここ以外にもまだまだあるんです。この年末年始にかけてバンバン紹介していきますので、お見逃しないように楽しみにしておいてください。この年末も残りわずかとなってきました。もう少し紹介します。しかもその中に、やばいギターがあります。やばいギター。そして年始も、やばいギターがあります。楽しみにしておいてくださいね。絶対に見逃したらダメダメですよ。ちょっと古いですね。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。